ナポレオン家の当主であるシャルル・ナポレオン公、実業家歴史作家でもあるナポレオン公と池田先生は2006年5月に会見を行い、その後対談集21世紀のナポレオンを発刊。ナポレオンの生涯を振り返りながら、逆境を乗り越える人間学や新時代に求められるリーダーシップについて語り合いました。ナポレオンの精神を青年に伝えようとする先生から感銘を受けた印象を語ります。日本滞在では池田氏にお会いすることができました。互いに友好関係を深め、二人とも交流を続けていくことを望み、対話を続け対談集として発表しようということになりました。私としてはナポレオンの歴史やフランスの歴史に並行させて、日本の歴史や英雄についての話題に触れることを想像していました。しかし対談を進めるうちに、池田氏は特にナポレオンとフランス史について、私が持っているナポレオン観や歴史におけるナポレオンの役割などに興味をお持ちだということが分かりました。そのためこの対談集は基本的にフランスの話題や歴史が中心となっています。ナポレオンの著作の中には、青年にとって示唆的な文章や言葉がたくさんあります。ナポレオンは夜遅くまで働いて、睡眠時間も少なく、夜も深夜も関係なく物事を指示していました。しかしその行動の意図は、休みなく働こうと皆を鼓舞することでした。それは精神的に勇気を振り起こそうという鼓舞です。ナポレオンは生涯を通して勇気と完全たる決意を私たちに与えてくれる、そういう人物だったのです。これらは特に青年にとって良い教訓になると思います。池田氏との対談を通して、私は池田氏が大変に深く相手を理解し、相手と真の対話をしようとする方であることを知りました。そしてそのおかげでこの対談が面白いものになりましたし、対談を続けたいと思ったのです。先ほども申し上げました通り、池田氏は相手が何を考えているかをよく理解しようと尽力される方です。日本の邦人にお会いしたというよりも、私は一人の人間に会ったのだという印象を受けました。